が過ぎてちょっと食べるようになったら決めつねえと思うんですけど、おはようございます。はい、キャラクターの関係ですよ。皆さんはキャラクターの関係ってどういう風に作り上げてますか？自分のキャラクターではなくて相手とのキャラクターとの関係性の作り方ってどういう風に作ってますか？はい、はい、台本から探せるものがあります。うん、で大体関係性を作ってる。じゃあさっちゃんと尾形さんの関係性ってどうやってできた？日々の積み重ね。ご苦労様でございます。キャラノートを渡しました。でも僕関係図ノートがあるんですね。僕にはあのキャラクターの関係図をどういう風に作るかっていうのを僕図解で作るんです。僕いつもそれはあの大谷翔平から習ったんですね。テレビ見てて、あの僕が作ったのは例えばこれが本人キャラクターをするじゃないですか。ではこう丸くこういろいろ丸く作っていくんですね。例えばここを家族とかにするんですよ。これ親族。今これは会社の人が同僚とするでしょ。でこの中で例えばじゃあこれはサッテンにしよう。家族ってサッテンにとってどのぐらいの近さ大切さ、うん、点で示すんだけど、これを1、2、3だとしたら1、2、3のどれ。サッチャにとって坂本さんはどの位置？2、3。なんか気づら。2。そんな気が。で、まあ、親族どこ？で、これをもっと細かくするんだけど、さらに上に家族植えたら家族の方に近いのか遠いのかとかもできるんだよ。ああ、近い。ただ例えばこの辺とかにするじゃん。サッチャにとって会社の人がどうでもいい人ってどういうわけ？この辺でいい？はい。こういう図ができるわけさ、うんうんうん、これを全員でやると関係性がはっきり分かるというか、うん、僕の場合は台本を書いてキャラノートも作ってキャラクターを出すときにこういうのを作るんですね。これが尾形さんだとする、これ俺だとしたら舞台の中におけるキャラクターにおける関係性はこのぐらいの距離感ですよっていう感じ、うんうん、でこれを尾形さんから見たらさっちゃんはどこに位置に入るんだろうって話なんです、うん、例えばもしかしたら尾形さんにとってはここに入らないかもしれないんです、うん、まあ、これはあくまでちょっと親族としちゃう親族というふうにしてるからあれやけど、もしかしたら尾形さんっていうキャラクターにとってはさっちゃんここかもしれないんだよね、うん、それで相互のズレが生まれるわけさ。でもなんでズレが生まれて正解なのよ。それが関係性だから、お全く一緒ってことは絶対ないのよ。全く同じになるってことはすり合わせすぎ。よく役者の同士が会話してるするじゃなくてすり合わせしようよみたいな。夫婦とかこういう仲だったらせめてすり合わせなきゃいけないけど、ちょっとね、うん、鍵あの流れだけその場面だけさしっかり分かってきたけど、まあ、これが理解できたら分かるわけよ。で、僕はよく頭の中でこれをやってるんですね。役者を演じるときはなるだけ明確にした方が絶対にいいので、明確にすればそれだけやりやすくなるっていうか演じやすくなるので、まあ、こういうのもちょっと覚えておくと自分なりでいいんで作れるようになると作れればいいんじゃないかなと思いますので、物語が進んでいくにつれてこの距離感が変わってきたりもするのね。でそ の, も の, があの距離感が変わったりするときってブレてるってことだからね。あ、うん、だってフックがかかってずれるんだったらずれる要素はそこ以外にも何かがあったんですよね。ってことはこのキャラクターがもしかしたらそういうキャラクターだったのかなとかいう見直しが効くね。ブレる人間なのか、その嫌な一言を言われたら心が折れちゃうやつとかシュンってなっちゃうやつだったのかなとかいうふうに考えられたりするから、物語によってはこいつのこと嫌いだなとか思うけど、嫌なこと言われて思いっきり嫌いになる時って何？日々そんな嫌いになる一撃で会社の同僚よっぽど許せないことをされない限りは、うん、ちょっと嫌なこと言われても例えばここがここに連れるぐらいじゃん。でもすぐここに戻んねん、まあそうですね、1日経っちゃう。でそんなにね、人ってそこまで人のこと嫌いにそこまで誰もの中ではならないんで、はなからこいつはこのサッチャにとってその坂本さんっていうキャラクターがはなからこの辺なのか、はたまた僕はほら これが10マスぐらい作ってて、さらに僕こうもっと細かくこう作ってるんですよ。信頼度とか親密度というかこの一個一個に僕名前つけてるんで、例えばもともとブレる友達っていうのは信頼感があまりないからこのまあ、マスでいうところ線があって斜線があってのこの辺の人っていうのがあるわけ。今ちょっと分かりやすく3つとか4つとか簡単に分けてるけど、もともと書くときはもっと細かく書いてるから、だからあまりねブレるところがないんですね。友達ですごい親密な人だと思ってたけど、うん、裏切られたみたいなときはピャンって離れるじゃないですか、うん、それはもう普通にそのストーリーがそれだから動いただけであって、うん、それはブレるとは言わないです、うん、一番最初に作るものだから、一番最初の関係図で出た瞬間の関係図はこう過去の作り方っていうか過去から今日に至ってこういう関係っていう関係図、
キャラクターの関係図みたいなのを、まあ、作ってあげると分かりやすいかなっていうところから、キャラクター作るんだけどもめんどくさいので、さらに関係って相手ありきだから、例えば相手と喋ってればそれはそれっぽく見える、夫婦役だったら夫婦役っぽく見えるし、恋人役って言うんだったら恋人役同士みたいな感じで喋ってれば仲良くもなれるけど、じゃあ一つの物語を作っていく上で、そんだけで表面上だけで作っていって作れるかって言ったらやっぱ難しいと思うので、だからまあそのお芝居やるときにもうスタートが出来上がっちゃうから、あ、見たり立った瞬間とかカメラ回った瞬間からある程度もう完成ができちゃうっていうか、でなんか関係って一番時間がかかるんですよね。でもこれができれば意外とスタートが気持ちよく入れるっていうか、うん、こういうのをちゃんと作ってればね、自分なりに、ただ皆さんもね、こういう図じゃなくて何か自分なりの何かっていうのを作れればもっと演じるときとかでも距離感が分かりやすいかなと思いますけどね。例えばこれが坂本さんというキャラクターだとしたら、で坂本さんにとってさっちゃんはこの辺って思えば2人の関係性もそう違いが分かるわけですよ、うんうんうん、坂本さんからはこんだけの距離が近い、でもさっちゃんからはこの距離っていうのが分かれば、ね、坂本さんは俺はこういう感じで作ってる、でもさっちゃんはちょっと距離が遠いってことは、あ、このキャラクターから見た俺っていうキャラクターは関係性はこれなんだ、でこれはこれで成立してるんですよ。距離が近い人もいれば距離がちょっと離れている人、だってお互いの距離がビンゴで合う人ってなかなかいないので、なのでそれは間違いではない、お互いの距離感を上手に作りやすくなるって言いますか、自分が作っとけば分かりやすいっていうか、うん、で例えばじゃあでボディタッチ、サッチャーにとってはこんなに遠い人がボディタッチをしてくる、もしかしたら嫌がってるかもしれない、でなんかのフックの時に坂本さんはこれ再現ドラマかなんかでセクハラかなんかで訴えられるキャラクターだったら、いや俺はこんぐらいだと思ってたからっていうのが成立するんですよ。だから芸人さんたちとテレビなんかこいつとこいつ仲良いのかなとか、あ、コンビ感とか見るの楽しいかもですね、うん、それで自分で作ったり作ったりしてやっていくと、過去の映像とかもね、まあ、今 YouTube で見れるんで、うん、どっからとかネタが増えたのかとかやっていくと、あんまり目合わせなくなったなとか、練習にはなるかなと思います。自分が演じる時のための練習っていうか、はい、割とこの図を見てるとこの距離感取りやすい、分かりやすいなと思うんですけど、だいたい比例するんですか、物理的な距離感っていうのはやっぱりだいたい、うん、だいたいは比例するもんだと思う、はい、尾形さんのあのキャラクターは俺との友達関係は1から5だったらどう思うんだった、まあ、信頼はすごくあったと思いますね。じゃあ5、いや、うん、4、5、4、4、ちなみに俺のキャラクターから言ったら5、わお恋人同士の気持ちは俺の役と尾形さんでいく、いや、ないと思う、そうだよね、俺もないよ、ない、俺もこれはだって結婚してるっていう役だったら、じゃあ友情はこれはあくまで信頼関係じゃん、はいはい、友情は、あ、それは私は5だと思います、5だよね、はい、で俺も5なの、はい、でもそれがどっかで一瞬ブレる時があったね、そうですね、でもブレるけど、じゃあブレた先にはブレたけど元が5だったから信じられる何かがあったっていうね、うんうんうん、例えばここで何かのきっかけで急に3になっても、うん、裏切れない何かがあったってことはここがあったんですよ、うん、作ってた何かがあるから、うん、だから作ってるものによるんじゃん、うん、それ例えば和田さんが4種類しか作ってなかったんですよ、関係性を、そもそも2種類しか作ってなかったんですよ、さっちゃんが10種類作ってたとしたら深みは、知り合いの深みは全然違うし、それはそのお互いがバッチリ合うかって言われると、でもその個人のどこまで考えるかの能力によってくるから、無駄に考えてほしくないって言ったのが、でも例えばじゃあ坂本さんが20個考えましたって、でも17個使えなかったら意味ないよね、確かに、あ、その作品においてそう、例えば、いや坂本さんが、いや俺20個作ってきたよって19番目なんかもう犯罪歴とか、いや書いてないと、あ、そんなことは書いてないからっていう裏設定やると作り込んできて当てはめられると、それはなんすよ、今の岡田さんの質問みたいに、じゃあバチッとハマるかって言われると、うん、明確に答えが出せるっていうかそうだよとは言い難いっていうか、相手がやっぱありきっていうところもあるから、相手も同じような感じですけど、かといってこれは別に押し付けちゃうと、相手に押し付けちゃうと嫌われるんで、意外とね、だから自分何にちゃんと作っといてあげると、自分は演じやすいし、細かい仕事もできるし、いろんな対応もできるようになるよっていうだけなので、質問の明確に答えるとちょっと難しいよね、なんでさすがなんだよ、本当は設定と状況によるキャラクターが上がるときにどういう風な作り方をしてるかは知らないですけど、まあ、これも一個足してみるのも面白いんじゃないかなと思います。もちろん今まで作ってた作り方でも十分だと思うんですね、今日までやってこれたってことは。なのでもう一個なんか足すんだったら、まあ、こういうのもありますよっていうぐらいで覚えておいてもらえるとありがたいなと思って、相関図は作るんですけど、ああ相関図ね、分かりやすいもんね、相関図は作るんですけど、うん、相関図の悪いところが僕ら変に慣れてるんですよ、相関図に見慣れてるっていうか、誰々の友人とかで終わらせるんですよ、納得しちゃう部分があるんです、言葉言語化しちゃってそれで終わっちゃうみたいな、こいつとこいつと大学同士の友人みたいな、うん、でここ親子ここ好きぐらいで終わらせてるでしょ、いやどのレベルの好きかもしれない、その数値僕はいう図を作ります、はい、キャラクターの関係です。で、まあ、そのキャラクターの関係と同時に必要なのが台本に書かれてない部分があるんですけれども、過去
絶対載ってるじゃないですか、台本に。現在と未来はね、進む以上。でも、過去って皆さんの台本の中で書いてました。はっきり、幼稚園ぐらいの頃から。その時はその過去って、作れないじゃない。なかなか。うん、まあ、その、僕のそのキャラノートだったら、その小学校、中学校、親がどんな人、おじいちゃん、おばあちゃんがどんな人とか、まあでも書くんですね、僕は。で、人間って作られていくわけじゃないですか。で、それでも分かんない時って、僕、さっきの図を使ったりして、でも A と B がセリフで喋るとするじゃないですか。で、僕が喋る。A が B に書くとする。で、B はこのセリフを A に話しかけてるわけですね。で、それを聞いて、その話を聞いている。がいる。そしたら僕は一番最初に1ページ目にこういうシーンがあったとしますよね。1ページ目の1行、2行、3行目。そしたら僕はこの2人のやり取りでもう過去を作ります。どういう思いでその話を聞いてるのかとか、喋り言葉をまず気にします。A と B が喋ってる喋り言葉を聞く。もちろんそれはシーンによるんですね。考察したいを見つけたシーンだったら、親しくは喋ってないじゃないですか、絶対に。でも、喋り方でわかるんです。会社は30代女性って台本に書いてる、まあ、それは説明台詞だから当たり前になるけど、じゃあ A がそれを喋った B はの言葉でひどいもんだなって書いてたら、あ、なんかいいなってのが分かるわけ。ひどいもんですねとかいう硬い喋り方だったら、あ、そんなに距離が近くない先輩後輩なんだ。でも先輩の役の人がひどいもんだな、かわいそうにな、そうですね。でその後の言葉があれば、あ、現場に何回も来てる2人だなとかも読み取れるので、過去を作るときに、まあ、本当にね、言っちゃえばどっかで、でそれに頼って僕のキャラクターが、例えばそこで説明台詞だったら説明台詞を言う、で A と B が何か言って話してくる話してくる、それに対して僕がそういえば何々さんが知ってるみたいでしたとかいう説明台詞があったとしても、よくありがちなパターンは、そういえばそういえば何々さんが、例えば、佐藤さんっていう名前するとしたら、そういえば佐藤さんが知り合いって言ってましたよねとか、もうこの台詞も距離感が分かってれば、そういえば佐藤さんも知ってるって言ってましたよねとかいう親しみ感が湧くっていうか、これ知らないやつがやると、そういえば佐藤さんも知ってるって言ってましたよね、うん、みたいな、よくあるパターンのセリフの言い回し方になって、いや、小杉さん、かわいそうですよねみたいなセリフの言い回しにするのか、より親しみを持たせるのかな、小杉さん、かわいそうですよね、お、小杉さん、かわいそうですよね、一個近寄らせる喋り方にするのかとか、それだけでも、この過去をどう作るかによって違うんですよ、うん、距離感をどう縮ませるか、うん、電子ピアノを移動するときは決して引きずらないでくださいっていうセリフも、電子ピアノを移動するときは決して引きずらないでくださいにするのか、電子ピアノを移動するときは決して引きずらないでください。にしゃべるも全然違うので、ね、キャラクターの作り方って。で、こういう、で前者みたいに、電子ピアノを決して引きずらないでください。ってやっちゃえば、過去を引きずった人がおるなっていうお芝居もできるかもしれないし、うん、だからその言い回しがちゃんと作れるかどうかだけなのよ、過去って。だからキャラクターの関係としての過去は自分の過去でもあるので、自分の過去を作らないと、関係、キャラクターとの関係としての過去は絶対作れないのよ。で、僕が、このやりとりで、見つけます。過去。ざっくりと作っちゃえば、このパーツ作れていくので、うん、こういうことがあったら、こういうことがあるなっていうのが見え始めるので、それが見え始めると、もっと細かい過去が作れる。を使っているか。台本の説明言葉じゃなくて、話し言葉で、どういう話し言葉で書かれているか、活字が。仲良さげな雰囲気が字から醸し出されてたら仲がいいんです。他人行儀な雰囲気が醸し出されてたら、それはちょっと距離がある人たちなのかな、みたいなので、字から、にじみ出てきてるんで、読めば。電子ピアノを移動する際は引きずらないでください。これは説明セリフですか？話し言葉ですか？説明セリフです。そうですよね。例えばこれが電子ピアノを移動するときは引きずらないでくださいって書いてたら、急に話し言葉っぽくなるわけ、うん、人によっては引きずらないでくださいって喋ってるやつが打っちゃったんで、例えばたまに人がパソコンで打ってるときに話し言葉で書いてたりするんですよ、うん、申し送りみたいなやつとか連絡事項をその文章として打てなくて話し言葉で喋って書いちゃうやつがたまにいるんですけど、それに気づける人は台本で気づけます。話し言葉が話し言葉じゃない説明台詞なのかをどう読み取るかによってお芝居って変わってくるので、例えば文章で本当に小説とか読んでてトガキ的な部分とカッコがついて誰かが喋ってる部分って絶対違うじゃん。台本にはトガキがないんですよ、うん、ってことは役者が担う仕事がすごく多くて、うん、最初にトガキがあるのはあるんですけど、なんとかかんとかってちょっとだけはトガキはあるけど、普通の台本でもそこまで書いてないので、過去を作るときに本当にやり取りを聞いて、その誰かの関係と過去を結びつけるため そのイメージ能力の読解力っていうのはやっぱしっかり作っておいてあげないと、想像力ってむちゃくちゃ大事になるので、ないものに対しての想像力っていうか、例えば舞台上は役者さんって何もなくても演じられるのが役者って言われるのは、やっぱ
お花畑がなくてもお花畑として僕たちは演じられるわけでしょ。アハハハってアホなことができるわけじゃん、やれって言われたら。なのでその過去を本当に作るかいいかで、やっぱりそのシーンがすごい変わってくるので、前のほら大会の時のシーンでもそうだけど、やっぱ二人の関係性をあの短時間でどう作り上げるか、ただ優しいは簡単なんですよ。やっぱり僕もその住んでる時にただ優しいしかできなかったので、一発目にもうすごい後悔してるんですけど、まあ、もちろんその後にねもう一回やれたし、で本番迎えれたから、ね、そこを成仏させられましたけど、でも成仏させられない役者さんって多いんですよね。ここはやっぱりちゃんと作るか作らないかで、そこができるかできないかによるんで、そのヒントっていうのは本当に台本の自分が出てるシーン、人間じゃない関係なくても読み解けることができるんで、ここの A とかと B とか誰かが喋ってる時の話し言葉、自分とか被ってる時のシーンが被ってる時の話し言葉をいかに聞いて親密度があるのかないのかとか、それを役として作れるかどうか、作れない人が意外とね多いんですよ。過去作ってめんどくさいんで、これがややこしいところが、作りすぎてもダメなんで、過去って作れば作るだけいいんでしょうけど、作りすぎるとがんじがらめになっちゃうのよ。私は過去、私は過去を超えたからこうしたからこうしたからこうしたから、いやそれはあんたが考えてることであって、そのキャラクターの過去を考えなさいよって話なので、なんでそこをね、読み間違えないようにしないと、僕らレベルで例えば何かの現場入った時に台本もらった時にも、そんな説明絶対ないですから、ね、親切な、台本パンと出されて、じゃあこの役なんで、じゃあなんて言うのさん、こういう役でこうこうこうで、この辺に立ってください、じゃあこの辺まで言ってくださいねぐらい、じゃあそもそもその辺立って、この辺立ってもらって、ここからじゃあちょっと出た、なんか3歩ぐらい歩いて攻めてください、小鳥さんじゃあその辺、この辺立ってもらって、じゃあその2人を見てください、じゃあこっちから小鳥さんこう入ってきてもらってみたいな、その2人のやり取りを聞いて、いいタイミングでこっち出してくださいとか、それしかないので、過去を上手に読み解いてあげないことにはなかなか関係性が難しいかなと思いますね。誕生日だったんで、鬼滅の刃が大好きなんで、鬼滅の刃の何でした主人公の緑のやつ、炭治郎の柄のちゃんちゃんが多かったんです。おーすごい、ここでうちの親父も LINE が来ました。バカやったそれなりに思うことしてくれるんだなと思うから、誠お前プレゼント届いたぞって写真送ってきたんで、その写真見ますか。はい、俺はね炭治郎を送ったんです。炭治郎、はい、見てください、普段の親父の LINE が来ました。家越しの場所で写真撮られるのに全集中してる。はい、そうです。ありがとうございます。よっ、2021年。